得長崎です。今回は田植え市長にご登場いただいています。市長どうぞよろしくお願いいたします。今月のテーマはこちらです。長崎の街づくりの基本、ネットワーク型コンパクトシティです。街づくりの基本ということなんですが、確かに最近長崎の街どんどん変わってきてますよね。そうですね。今よく100年に一度っていうふうに言われますけど、いろんな街の形が変わってきてます。大倉さんも歩いててやっぱ感じることが多いですか？いや、もう長崎駅周辺は新しく変わりましたし、何年か前に県庁もねできましたし、ね、新しくね、あと市役所もね、はい、今建ててるところですもんね。そういういろんな街の変化がバラバラに進んでるんじゃなくて、実は大きな考え方があって、それをベースにしてここの街づくりが進んでいってるっていうことなんですね。そのベースになる考え方っていうのがネットワーク型コンパクトシティ、ちょっと聞き慣れない言葉ですけども、今日はそのお話をしてみたいと思います。はい、ということでまずはこちらの地図をですね、皆さんにご覧いただこうと思います。この真ん中に赤いところがありますよね。これが明治22年に長崎市が初めてできた時の長崎市のエリアなんですね。最初はこんなに小さな町だったんですね。そうなんです。そこから少しずつ合併をして広がっていったんですけども、この赤いところだけだった長崎市の時は比べると面積は58倍になって、面積だけで見ると福岡市や熊本市よりも実は広いんですね。これだけ広くなった長崎市で、しかも人口減少の時代に入っていっている、その中でどうやって暮らしやすさを作っていくのかっていうのが大きなテーマで、それを解決する考え方がネットワーク型コンパクトシティっていうことなんですね。はい。で、この図を見ていただきたいんですが、左側は長崎市の地図にちょっとこういろんな絵が載ってるっていう感じなんですけど、これネットワーク型コンパクトシティの考え方なんですけど、ちょっと分かりにくいのでもっとシンプルにしたのがこの右側の図なんですね。ネットワークっていう言葉とコンパクトっていう言葉が2つ並んでいますけど、はい、このまずコンパクトっていう方からお話しすると、ここに赤い都心部がありますね。ここには、例えば大きな病院だったり、それから大きな施設だったり、大きなお店だったり、いろんなものがあります。で、ある程度の集約がないと、人口が集まってたり機能が集まってたりしないと、そういうもので成り立たないことが多いんですね。そうすると成り立たないと撤退していってしまうということになります。ですから、こういったところにいろんな機能が集約している、そのレベルの高さが実は長崎全体の機能のレベルの高さになるんだ。だからここはいろんな機能が集約しているっていうことは、みんなのためにすごく大事なことなんですね。で、こういう都心部があって、かつ長崎にはこのオレンジ色の丸があります。地域拠点って書いてますけど、地域にも例えば北の方は住吉だったり、東の方東長崎、それから南だと江戸の首深堀といった日常生活に必要なものがある程度揃っているっていうエリアがあります。それからもう少し行くと、いろんな地域があって、これはそれぞれに魅力的な、そして歴史があって、そしてそこにはきちんとしたコミュニティがあるっていう、そういうエリアもあるんですね。そういう皆さんも必要な時にこういうところにある機能が使えるようにしておくっていうことがすごく大事で、その使えるようにするための方法がこの青いラインなんですね。ですから、コンパクトにしておくっていうことと、それからそれを青いラインでつないでおく、これがコンパクトとネットワークの考え方、それをこうやって作っていくことで、どこに住んでいてもある程度の暮らしやすさがきちんと確保できる、そういう街づくりを進めていこうっていうことなんですね。本当都心部だけじゃなくても、本当どこに住んでても生活に必要なサービスが受けられる仕組みということになるんでしょうかね。今そこに向けて、長崎市ではコンパクトにしていこうという街づくりと、それからネットワークをつないでいこうという街づくりの2つが進んでいるということなんですね。なので今いろんなところで行われているその街の動きが、このネットワーク型コンパクトシティの取り組みということになるんですか？そうですね。でまずそのコンパクトとネットワークのコンパクトの方から少し具体的にお話をしてみたいと思います。はい。先ほどお話ししましたように、長崎の町の都心部では今いろんな動きが始まっています。これはその地図なんですけども、陸の玄関にあたる長崎駅周辺では、駅の整備もですけども、出島メッセ長崎ができたりしていますし、駅の北側の方には長崎スタジアムシティの動きも出てきていますね。
それから南の下の方に行くと青い丸のところですね、海の玄関の松ヶ谷あたりでもクルーズ船が2隻泊まれるようにしていこうという動きが進んでいますし、それから緑のところの街中でも街ブラプロジェクトによっていろんな色合いのわからんの街の表情豊かな歩いて楽しい街づくりが進んでいっています。まさにこの場所が都心部、ね、都心周辺部コンパクトということになるんですよね。ここが重要なんですよね。そうですね、そういう機能をここに集めていくっていうこと、それからここだけではなくて、こう大きな道路が走ってますよね。その道路の近くにできるだけいろんな機能を集めていくことで皆さんが使いやすいようにしていく、そして住宅もそういうところにもきちんとこれまでよりも作りやすくしていこうというようないろんな動きを実は進めていってるんですね。便利なところに多くの人が暮らして、そこにある機能を使うことでさまざまな機能が維持されて街が魅力的になっていくということにもつながるんでしょうかね。そしてもう一つネットワークの方なんですけども、ネットワークには実は4つのポイントがあります。はい、今出ていますけども、道路と公共交通、情報と仕組み、それぞれのネットワークなんですね。はい、まずネットワークっていうと皆さん道路のことが思い浮かぶと思うんですけども、道路のネットワークを少し見ていってみたいと思いますけども、はい、この10年15年でいろんな進捗があっています。今この新戸町から江川までのこの南環状線工事が順調に進んでいますし、高速道路もですね、随分こう4車線化が進んできています。それからこの北の方に行く道路なんですけども、浜口松山あたりから都議地の方に抜ける道がいつも混みますよね。ここに今長崎南北幹線道路っていう新しいもう一本の道路を通そうという計画が進み始めています。さらにそこから先に佐世保までをつなぐ西須野木道路っていう計画もあって、それも都議地のあたり工事がかなり進んでいますし、これを伸ばしていくっていう計画も順調に進んでいるんですね。こういう道路のネットワークっていうのはまずネットワークの基本ですのですごく大事になります。さまざまな場所に道路が作られるときっと渋滞も緩和されるので、ね、市民の皆さんも嬉しいと思います。そうです ね、はい、あと車を持っていない方のための移動手段となるその2つ目の公共交通、これもちょっと気になるんですけど。そうですね、公共交通はバスなどを考えていただくと分かると思うんですけども、やっぱり人口減少の時代に入ると利用する方が少しずつ減っていったりして、なかなか成り立つのが難しくなっていきますよね。そこで路線を少しずつこう減らしていくといったような動きもどうしても出てくることがあります。そこで、長崎の場合は長崎バスさんと県営バスさんが走っていますので、そのお互いに協力して、連携協定を結んで公共交通を守っていこう、長崎市も一緒になってそれを守っていこうという動きを今始めています。でバス事業さん事業者の方たちだけではなかなかここはもう守りにくいんですよっていうところは市が費用の一部を支援してコミュニティバスを走らせたりですね、あるいは乗り合いタクシーを動かしたり、それからデマンドタクシーという形でタクシーも使って皆さんの足をできるだけ確保していこうという、これは公共交通のネットワークっていうことになります。バス会社さんとかタクシー会社さんの協力があってネットワークがこう守られているということになるんですね。まさにそういうことですね。そして3つ目が情報のネットワークですね。この情報のネットワーク、この地図を見ていただきたいんですけども、はい、これ長崎市の地図ですけども、この地図の白いところはすでに光ケーブルがもう全部あるっていう地区なんですね。で赤いところは光ケーブルがまだ全然通ってないっていうところ、はい、それから青いところは地域の一部には通ってて一部が通ってないっていうところなんですね。これで見るとまだ光ケーブルが使えないエリアっていうのがあります。そこで、こういうエリアにも全部光ケーブルを敷設しようというのを今進めていまして、今年の3月には完成します。ですから今年の春からは、どの地域でも契約するとインターネットが使えるようになるっていうことなんですね。
確かに今コロナ禍でその在宅ワークも増えてきてますから、そうですね、インターネットが使える環境というのはやっぱり大事ですよね。そうなんです。例えば移住してきて、そして、自分たちで手作りでいろんなものを作りながらそれをインターネットで販売したいという皆さんなどもいらっしゃって、そういう皆さんにはすごくプラスになると思いますし、そういう意味では移住の人たちがこれからもまた増えていくということにも、つながっていくものというふうに思っています。そしてネットワークの4つ目のポイントは仕組みですか。はい、そうですね。この仕組みのネットワークってちょっと何だろうって分かりにくいかと思うんですけども、一番分かりやすい例で言うと図書館のネットワークがあります。はい、例えば長崎市だと小前町に市立図書館がありますよね。真ん中に市立図書館って書いてます。ただ自分たちはそこが少し遠いんだけど近くに公民館とかふれあいセンターはあるよっていう地域がたくさんあります。そこにも図書室があるんですね。それを、そこに行って申し込むと市立図書館の本が借りられたり、それから返すときも近くのふれあいセンターや公民館に返せばよかったり、そういう仕組みのネットワークというのも整備をしていっています。これは利用されている方結構いると思うんですけども ね、私立図書館に行かなくても必要なサービスがその各場所で受けられるということなんですね。そうなんです。図書館のネットワークだけでいうと実はそういうフレアセンターや地域センターと数がたくさんあるんですけども、そのネットワークつながっている数でいうと日本一長崎市は、はい、ネットワークができている町なんですね。そういうものも使ってネットワークを使って便利にする、どこに住んでいても、便利になる、そういうことも可能になると思います。それからもう一つ仕組みのネットワークで長崎市が力を入れているのは市役所のネットワーク作りなんですね。さっきのモデル図を市役所の仕組みに当てはめるとこんな感じになるっていうことなんですけども、長崎市では今黄色い部分ですね、4つの総合事務所、中央と北と東南に黄色い4つの総合事務所を置いています。そしてピンクの部分ですね、地域センターというんですけども、各地域に20の地域センターを置いているんですね。そしてこれを作ることで近くにいろんな相談をしたり手続きをしたりできるようにしているんですね。近くでできるだけ近くでできるだけ早く、そして地域に合ったやり方ができるようにという仕組み、行政の仕組みも作っています。これがネットワークの仕組みなんですね。本当自分の住んでいる町にいながらいろんな手続きとか相談が受けられるということになるんですね。これを生かすためにも地域の方でもネットワークとつながる動きをしていただこうということで、今小学校程度の大きさでですね、皆さんが集まって地域コミュニティ作って、そこで、自分たちの地域はこんな地域にしようよということを話し合っていただいて計画を作って、その計画を実行していくときに市役所も一緒になって応援しながら進めていくっていう、そういう街づくりを進めているんですね。ですから道路を作ったりっていうそのハードのネットワーク型コンパクトシティだけじゃなくて、こういう目に見えない仕組みのネットワーク型コンパクトシティっていうのがあるっていうことですね。まさに市役所と地域の皆さんが一緒になって街づくりを進めていくという仕組みが進んでいるネットワークの一つなんですよね。はい、今回はですねコンパクトとネットワークの具体例を見てきまして、皆さんと一緒に長崎の街づくりの基本を知ることができたんじゃないでしょうか。はい、今お話したようにこのネットワーク型コンパクトシティっていう考え方は長崎の都市計画マスタープランっていう、実は街づくりのすごく基本になる計画の中に書かれている言葉なんですね。そしてそれはいろんな長崎の街づくりの中に実は生かされているんですね。ですからこれからいろんなものがこう動くときにバラバラのように見えているかもしれませんけども、その根底にはベースにはこのネットワーク型コンパクトシティっていう考え方があるっていうことをぜひ皆さんにも知っておいていただければと思いますし、それから特に今街中ではいろんな大きな動きがたくさんあっていますけども、ああやって本当に長崎がコンパクトな街になっていろんな機能が中心部にあって、それをみんなで楽しんだり使って便利に暮らせたりするようになる、そういう街づくりもその一環なんだっていうこともぜひ知っておいていただければと思います。知っとく長崎、今回は田上市長に長崎の街づくりの基本ネットワーク型コンパクトシティについて伺いました。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。